桜屋、株式会社桜屋は、首都圏を中心に展開していた、家電量販店チェーン。2010年、平成22年2月28日に、全店舗を閉店し、6月30日に解散。バブル期、首都圏では、安さ爆発、みんなの、桜屋と TV にて、CM も流されていた。1946年、昭和21年、 桜屋カメラ店として創業。その後、1963年、昭和38年に桜屋初の大型店舗となる東口店を新宿駅前に出店。その後も新宿地区の証券拡大に合わせて新宿を地盤とした多店舗化を続ける。かつてはカメラの桜屋という屋号で展開しており、1970年代から老舗カメラ系量販チェーンとして、 ヨドシカメラ、ビッグカメラと共に JSB などと並び表され、テレビ CM などのメディア宣伝戦略を駆使して、知名度を上げつつ、駅前家電量販店として、日本の高度経済成長期の家電の高機能化、消費者ニーズの高まりに合わせて、成長を続けた。1990年代から始まる、デフレーション現象、AV 機器家電の販売単価下落。 競合店とのポイントカードの利率アップ、競争激化など、家電量販店同士の消耗戦が始まることになる。桜屋は、一時は他店のポイントカードサービスとは一線を画し、提示しただけでその場で現金割引を行う、キャッシュバックカード、年会費有料を発行したが、他店との競争で不利になったために、ポイントカード、年会費無料と、キャッシュバックポイント兼用カード、 年会費2000円に切り替えた。1990年代以末に、ポイントの利率をアップして、実質的にポイントカードに移行させ、同時に年会費無料化もいった。首都圏を中心に展開していた桜屋は、家電量販店の競争激化に伴う、売り上げの頭打ちを打破すべく、1997年、平成9年、東北地区初の店舗となる、桜屋、 仙台西口駅前店、仙台西油テナントビルにリニューアルしたいビーンズのキーテナントを出店した。しかし、これに先立つ3月には競合のヨドバシカメラが仙台地区の既存店を統合した巨観店、マルチメディア仙台を開店ており、さらに翌1998年にはラオックスも仙台に巨観店を出店。ヨドバシカメラとラオックスは共に 仙台駅東口に位置していた上、桜屋の店舗面積は、前期店舗の約半分4000メートルと狭く、立地も、駅からやや遠い利便性の悪さも重なり、売り上げ不振でわずか2年足らずでの撤退となった。なお、ラオックスも2003年には撤退し、跡地は、ビビ、仙台駅東口となっている。東北地区への出店失敗は、静岡市、JR 静岡駅、 南口駅前への進出計画を白紙撤回するなど、多店舗化にブレーキをかけた。このような多店舗展開の見直しが及ぼした影響は小さくなかった。ヨドバシカメラビックカメラとロードサイド型店舗で躍進してきた小島山田電機、ケーズ電機など他の競合店、新規出店、規模の拡大で取引メーカーとの販売数に応じた販売リベートの条件や 卸値価格を有利に進める中で、新規出店をストップした桜屋だけが、リベート、卸値などの好条件を得られがたくなった。また、競合店舗が多い同社の主力店舗が密集する、新宿地区では、価格競争力を維持するため、販売価格を値下げして、薄利多売を続け、経常利益は低下することになった。1990年代の業績の頭打ち、 他店舗化の遅れで低迷する中で、交換接客をキーワードとした他店との差別化を図った。接客重視をメディアテレビ CM に宣伝、利用客へ余計な声かけはしないことをアピール、販売員の接客スキルアップ教育を重視して、リピーター客を増やす戦略を取った。利用客からは、販売員からの余計な声かけや、セールストークもなく、 じっくりしな定めができた点は評価された。しかし、消費者の流れを取り込むまでは至らなかった。ヨドバシカメラやビッグカメラのような積極的な声かけや、セールストークの商品販売力の売り込みに対して強みがないと評され、さらなる販売力鈍化に見舞われたため、後年この戦略は見直された。かつての参加目時代の勢いは失い、2000年代に入ると、 ついに債務超過に陥る。首都圏から東北地方にかけての広域な店舗展開がアダとなり、経営危機に陥ったラオックスと同様に、早急な経営基盤の強化、事業の再構築が求められた。2004年に日本の投資ファンドであるフェニックスキャピタルから数十億円規模の出資を受け、同社の参加となり経営再建に乗り出す。抜本的な資本体質の改善を目的として、 2005年に1月に経済産業省へ事業再構築計画書を提出。計画承認後、フェニックスキャピタルによる債務超過分を解消、自己資本回復を目的にする増資が行われた。2005年3月には自社ウェブサイト上のウェブ、ショッピングサイト部門桜やネッツを休止。以後、公式サイトは店舗案内サイトとして設営されていた。 2005年5月頃から JAL カードのショッピングマイルが売付与となる特約店となりポスターを掲示するなど購買客へアピールしていたが1年余りで契約を終了した2006年12月1日にベスト電機に対する第三者割当増資を実施しベスト電機が40%の株式を引き受けるベスト電機専務取締役 当時の深沢正和が桜屋社長を兼務する形で就任し、ベスト電気グループ参加となった。以後、同グループのネットワークを活かした共同仕入れを実施したコストダウンを進め価格競争力の維持、経営再建を進めた。2007年には、旧本店の新宿店が閉鎖、パソコン館は、家電も扱う新宿三丁目店へ転換するなど、店舗の統廃合や転換を、 主力の新宿地区で実施している。2008年3月10日、ベスト電機がフェニックスキャピタルから残る株式60%すべてを取得し、桜屋を完全公会社化した。2008年9月26日、川崎店のオープンから約5年ぶりとなる新店舗レイクタウン店をオープンさせた。その一方で売上高で同社最大規模の店舗でありながら、 近隣のヨドバシュカメラビックカメラ等との競争で収益力が低下していた新宿西口駅前店新宿パレットを2008年12月31日に閉店した後地には2009年4月24日にユニクロ新宿西口店が入居したベスト電機は2001年9月に高島屋タイムズスクエア内に新宿高島屋店を出店していたしかし 2008年後半にビッグカメラとも資本提携を結んだため、新宿地区において店舗を要している桜やビッグカメラとの兼ね合い、時点の売上不振、同社の郵便法違反容疑に関する不祥事によりデベロッパーである、東新開発、高島屋関連会社が賃貸契約の更新に難色を示した等の理由から2009年8月31日に閉店、撤退した。 また、この資本提携から、ベスト電機がメーカーに特注したカスタマイズ製品、家電、デジタルカメラ等を、ビッグカメラ、桜屋においても販売を行うようになった。2010年1月12日、親会社の株式会社ベスト電機は、自社の業績が低迷する中、営業赤字が続いている、株式会社桜屋の業績回復の目処が立たないことから、 2月28日までに桜屋15店舗、すべてが閉店、桜屋事業からの撤退を発表した。それと同時に、当時の親会社のビッグカメラが複数店を引き継ぐ方針であることも明らかにされた。その時点で、具体的な店名は明らかにされず、同月26日に閉店する店舗のうち、新宿東口駅前店、成石桜ヶ丘店、相模大野店、 船橋店の4店舗に関してビッグカメラへの継承を発表。同年3月1日をメドに開店する予定と発表された。2月12日にビッグカメラ継承店舗の開店予定が発表され、継承店舗については3日から2週間繰り上げて閉店。部分開業を経て全面オープンの形を取ることになった。2月28日に残りの11店が閉店。 すべての店舗が閉鎖された。株式会社桜屋は2010年6月30日付で解散され2010年7月20日に東京地方裁判所から特別生産の開始決定を受けた。特別生産手続きを行った後2011年7月27日に東京地方裁判所が会社の清手続き終結決定を行い、明日ともに消滅した。 またホームページドメインは公式サイト閉鎖まで使用されていたが、現在は栃木県足利市にある桜屋不動産が使用している。名称は桜屋ポイントカード、白濁ライト式の実機カードで保有ポイントや有効、期限、前回利用店名などが表示されていた。現在の現金払いによるポイント基本還元率は10%で、一部の ゲーム機本体は3から5%であった。ヨドバシカメラトータカメラ量販店が、ポイント還元率を20%まで引き上げたことから2005年以降、家電やパソコンなど高額商品を中心に20%まで引き上げるセールを週末を中心として、不定期に実施した時期もあった。クレジットカード、商品券、ショッピングクレジットで支払った場合は還元。イントから20%減算。 10%、8%、20%、16%されていた。全店舗閉店を発表した翌日の2010年1月13日以降は、いずれの場合もポイント加算がなくなった。かつてはカードを提示すると5%程度の値引きを行う年会費税抜き2000円のキャッシュバックカードもあったが、経営施策によりポイントカードへ一本化された。桜屋が、 アイオイ損害保険、旧大東京火災会場保険、現、アイオイ日清同和損害保険と、総合動産損害保険を団体契約して提供している購入商品長期保証サービス。1万円以上の製品を購入時に3から5%の掛け金を購入者が支払うことで購入日から3から5年間、故障、事故、落下、水漏れ、火災等で、修理費用が保証。 保険で定められた金額、購入額の9から2割でカバーされていた。実存額が保証金額を上回った場合は、保証上限額までを桜や商品券で払い出し、店舗で差額を足して代替品を購入することになっていた。2000年代に家電量販店各社が開始した5年間などの延長保証サービスと異なり、保証上限額までは何度も適用され、 自然故障以外の事故でも適用される点が利点であった。桜屋全店舗が閉店した2010年3月1日以降、桜屋のポイント桜屋ギフト券ホット安心保証についてはベスト電機のうち東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に所在する主要3店舗で対応していたが、ベスト電機が山田電機の参加となった。 直後の2013年2月28日をもって、ホット安心保証サービスは終了した。また、当時のベスト電気の筆頭株主であったビッグカメラも3月1日以降、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に所在の21店舗で桜やポイントをビッグポイントに移行する手続きを受け付け、全国のビッグカメラ店舗で利用できるようになっている。 営業最終日の2010年2月28日まで営業していた店舗は印、ビッグカメラへ継承した店舗は星印を、タワーメガネへ継承した店舗は印をしてある。ポスシステムは東芝テック製のものが使用されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。